ハサミってどこであるの？あ、ハサミはあっちですか？言ってもらえるのはレジの下から。2つ入れる。はい。何が特徴なんですか？まあ、従来より小さくなってますので、細かい作業すごいしやすいんですね。触ってもいいですか？あ、ぜひぜひ。何なの？手に取ってもらって、まあ、こちらのケースでも大丈夫ですし。おお、なるほど、はい、細かい作業向き、まあ、若干手入りにくいところは届かないんですけど、はい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 、普通にあとアクアリウムとか60センチとかの、はい、グロスを1枚フルハトバスとか、おそういったの結構役立ちます。なるほど、はい、2つください、はい。新しいハサミが出ました。ADA ラボ限定製品の ADA ラボシザーズミニという名前のハサミです。こうちっちゃくて、 ADA ラボの説明によると、ケース栽培のメンテナンスに適したステンレス製のハサミ、コンパクトなサイズ感で取り回しがよく、刃の先端まで切れ味にこだわっているので、細かい部分のカットも容易に行えますということでした。税込み3300円、銀座でも梅田でも売っているそうです。今までのハサミと違って、質感がなんかコーティングがグレーですね。例えばハサミがこういう感じでテカテカしてるんですけど、こっちはマットな感じですね。僕がよく使うのはこのハサミなんですけど、それと比べてもだいぶちっちゃい。このカチカチする感じは、こっちは引っかかりがないけど、こっちは最後にサクってなるっていう感じですね。ハサミなんかすごいいっぱい種類出てるんですけど、パラダリウムの場合、水草水槽みたいになんかこう有形層をこう丸く、こっち側反対も使ってこう丸くとか、なんかモスをすごいトリミングとかやる機会があまりないので、ハサミ結構適当に使ってるんですけど、このちっちゃいやつは植える時とか葉っぱを1枚落とす時とかいいかもしれないですね。ここの刃渡りっていうかが短いので、他の余計な部分をあちゃってジョキって切っちゃうことがなさそうな気がします。なのでパラダリウムな人はいいハサミだと思います。と言ってても結局使ってみないとわからないので、何かを切ってみます。これは今増やしてるアンノウンアチェスマトラってやつなんですけど、こういう風にもこもこ増えていくのですごいいいんですけど、多分途中で水が切れたんでこの辺枯れてるんですよね。これを切ってみます。チョキンと、あ、これは切りやすいわ。こういうの、こっちじゃなくて長い方でやったら、あんまり変わんないですけど、こっちの方が多分間違わないですね、切る位置を。そしてちょっとだけ切るみたいなのがやりやすい。ここをちょっとだけ切るっていうのが、あ、だいぶ違いますね。うん、こっちの方がちょっぴり切るみたいなのは
全然いいですね。あとモスコットンとかそういう糸を切るときにも多分いいと思いますね。ただ ADA ラボの人も言ってましたけど、手が突っ込めないところは苦手ですと。そりゃそうですね、これほとんど手と近い位置なんでこんなに入らないけど、これ切れ味も良くてパルダリウム向きだと思います。良い、これ3000円だし絶対買っていいと思います。こういう細かいのを切るのがとてもやりやすかったですね。あとケーススタディブックのボリューム2が出てたのでもらってきたんですけど、実はこれですね、新製品が載ってるってことに気づいたんですけど、でも全部写すと怒られるので一部だけ写すと、これ分かりますか？なんとですね、ケースの天板にサーキュレーションファンがついてるんですよ。でこれ新製品だと思って聞いてきたんですが、これですね、蓋にサーキュレーションファン用の穴が開いているっていうのが出るそうです。なので蓋に穴が開いていて、そこにサーキュレーションファンをくっつけるという製品が出るということでした。具体的に出る日は分かりませんでした。あとこれですね、これ何かというと、ウッドベースの上に乗ってるのは普通の丸なんですよ。ということはつまりウッドベースの雫用のものは今出てるんですけど、丸用のものが出るということでした。でこの上の方なんですけど、形が違うのが分かりますか？これですね、鉄の板じゃなくて鉄の棒みたいなものでマグネットライトを設置できるものがウッドベースにくっつけられる、そういうものが出るそうです。名前がですね、マグネットライトワイヤースタンド丸95丸130ということで、丸95と丸130用のものが出ると。あとですね、つい3日前ぐらいにマグネットライトスタンドの丸95用丸130用っていうのが出ました。どうやんだろう、これをこうやって、こうかな、なるほど、うん、丸130ぴったりサイズですね。でこう丸くなってるので、従来品はですね、ちょっと汚いですけどこういう感じで結構幅を取って圧迫感があったんですけど、それがなくなってるのでとてもいいですね。あとこの高さだと角もいけるはず。ちょっとこけてますけど、蓋も取り外せると、で丸95用も出てて、こっちはさらにコンパクトなのでいいですね。裏に底上げみたいになってますね。へえ、何のためだろう。うん、蓋も取り外しできるし、これはだいぶコンパクトでいいですね。これはいいな。これは従来のものに比べてだいぶコンパクトなので相当いいですね。で今回のハサミといい、丸95と丸130の機器がとても揃ってきたなと思います。ということで短期間のうちに丸シリーズの関連機器がたくさん出ますと。でどれもいい製品だなと思いました。かなり丸周りの環境が整ってきているので、パルダラジオでも話してたんですけど、この丸95もしくは130がパルダリウムを始める時の定番になりそうな気がしてきました。
あとはネオグラスエアにサーキュレーションファンをつける蓋も出ることですし、順当に ADA ドゥアの製品がパルダリウムの定番になっていく流れですね。そういった中で例えばこの丸95で何かびっくりするようなレイアウトが作れるかというとそんなこともないと思うので、どういったものを作っていくのかという命題が叩きつけられてきているなと思いました。いずれにしろパルダリウムをさっと始めたいって言った時にはこのセットを揃えるだけでも部屋に置いてかっこいい機器がようやくパルダリウムで揃ってきたということで、そこは歓迎したいと思います。じゃあバイバイ。